対決作サクセス実況4回目の今回戦う選手は2018年巨人に新加入助っ人外国人ヤングマンと対決だ。あーそういやそんな助っ人選手もおったねーって思ってる巨人ファンの方いるんじゃない。俺もそのうちの一人です。この選手ね、キャンプからオープン戦に至るまで全く結果を残せずですね、開幕を2軍で迎え、そして未だなおですね1軍で投げてないピッチャーなので、まるで存在感がないんだよね。でもね、ファームでは好成績は残せてますので、まあ、いずれ上がってくるかなとは思うんですが、巨人の助っ人外国人選手は4つの枠が埋まってる上に、ゲレーロ、マギーにマシソン、カミネロですからね。この4選手が怪我したり調子が悪くない限りは、もうどれだけファームで好成績を残しても、ちょっと一度も見ることなくね、日本から退団ということになりそうなピッチャーではありますが、今回はそんなピッチャーと対決していくわけ。ヤングマンの能力はこのようになってますね。球速は151でコントロールは F の28、つまりはノーコンダー。で、スタミナ C の62。で、変化球にはドロップカーブが変化量5持ってますから、これ持ってるピッチャーっていうのはなかなか好成績を残しますからね。まあでも球種はチェンジアップ、ドロップカーブ、2シームだけなので、まあ多くはないですよね。その他特殊能力っていうのも奪三振のみですから、まあオートペナントで回してもそこまでの好成績は残してこないと思うので、まあ今回ね、勝てばシリーズ初勝利となりますから、こんな相手に負けてられないでしょう。ですからヤングマンを倒せる選手必ずや作っていきましょう。今回作る選手の球団設定はヤングマンが所属している巨人で作っていくからね。持ち込みアイテム、まあ相手の能力考えたらですね、何か持ち込んで作るっていうのは野暮かなというような気がしますので、持ち込みアイテムはなしで作っていきましょう。レッツ対決サクサクセス。ステージ11やってゴー。初期能力、進化変化量1がついてますね。コントロールは G の19と低いスタートだが、まあ仕方がないでしょう。で、ステージ1では変化球パネル1つに振動がいる。動く球プリーズ。ヤングマンも持ってるからね、2シーム。あ、くれないか、ケチやね。まあいいや。まあ、今回の対戦相手のレベルを考えたらですね、よほどクソな選手を作らない限りは勝てるレベルだと思うんで、まあだから挑んだんだね。シリーズ初勝利を挙げたいので。ですからまあ、まともにちゃんとしたピッチャーを作りましょう。ノックルボールがついたね。おい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 。このパープロ2018初めてのナックルボーラーを俺が今作ろうとしてる。いいんじゃない？とんでもないナックルボーラー作りましょうよ。いや、変化量マックスでね。もうそんなピッチャー間違いなく通用しますから、通用しないわけがない。魔球ですからね。おイエス。お次、ステージ2。おお、なんだこれ、赤、青赤ダブルアップ。え、普通のダブルアップだよね。なんか、こんなステージあったっけ。まあ今までにあったやつと同じだと思うけどね。ダブルアップダウンステージっていうのは過去の作品にもあって、まあ、青踏めばその分ね、アップして、赤踏めばその分ダウンするっていうのが、このステージなんですけど、ちょっとね、あのステージのタイトル名が変わってたんでびっくりしたけどね。今までと変わりはなさそうですね。だからなるべく赤踏まないように、青踏んで、行きたいけどね。コントロール4アップ。ほら、上がるときは上がりますから、球速だって一気に3とか2とか上がるからね、最高だよ。このステージでだいぶ能力上げれたが、まあ、ステージこれにて終了で、次行きましょう。ちょっとね、ナックルの変化球パネル出てきては欲しいんだけどね。そこが今ないので、上げれてない。どうだ、ここは。第2変化球パネルはあるが、違うな。宝箱の中身はなんだ。スタミナ超人年で D の54。まあ、先発としての最低限のスタミナは確保できたかな。で、体力回復パネルもあら。おい、で、パネルも追加。あい、ナックルの変化球のあのパネルも来たね。当然踏みに行きます。第2変化球は何が追加された？シンカーにシンカーやね。意味ねえけど、まあいいや。まあええわ。許したるわ。気分が悪くなる、すぐさまゴールに向かいましょう。ナックルの変化量は3になりましたね。オッケーオッケーオッケー。このままマックス7目指そうや。行くでー。まあこのステージはこれにて終わり。ちょっと体力はないんでね、どこかで超回復したいけどね。したくてはならない。お次、ステージ4。おお、ここにもナックルのパネルがあるのはいいんだけど、ちょっとやっぱこれも体力ないんでね、まずは宝箱取ってーので、中身は請求超人ね。うん、もうコントロールは最低限手に入れることはできたね。ヤングマンは F ですから、もうすでに超えてるよ。カレンも登場。まずは回復パネル踏んで、あー、10回復ありがたいね。で、これシャッフルパネルあるんで、それ踏む前に野球マンが出てきて、どこに来る？近いか。いやー、だいぶ下だね。やっぱこれ一回シャックル踏んだ方が良さそうだ。シャックル踏んで近くに野球マンと変化球パネル両方来てくれたら嬉しいんだが、どうだ？野球マンは、いや、どっちも下じゃないか。もう一回これシャックルですね。下に来てくれたんで。踏んで頼む、どっちも近くに来い。
おお、最高、真横だよ、本当に。おいおいおい、願いが叶ったぞ。おいえ、願いよ、叶え。いつの日か叶った。今日来た。おイエス、いいね。さあ、当然会いましょう。野球マンに体力アップしてもらうし、能力も上げてもらって、進化の変化球。あおーで、ナックルボールも上げてくれたね。で、ナックルの変化では666魔球手に入れちゃってまーす。ただ、それ以外の能力がクソだと野球はできへんぞ。球速もね、140は超えたいので、ナックルの変化量を落とさないようにしつつ、まあ、最終ステージでもっと他の部分を上げてね、強くしていこう。宝箱も2つあることですから、その2つ取ってね、最後終わりたいけど。ただ待てよ、ちょっと待て。ナックルの変化量を上げるためにはナックルの変化球パネルがないとダメなんだが、それがないね。スライダー方向のやつがありますから、4つ目の変化球だね。取りに行きたいんだけど、ちょっとこのマイナスおにぎりパネルが邪魔だ。まずは普通の宝箱取って、中身は野球偉人伝特殊能力ね。高速チャージに投手丸でに勝ち運。いや、勝ってなんぼですから、野球選手っていうのは。先発っていうのはね、勝たないピッチャーに魅力は感じないので、まあそこついてよかったかな。第二変化球の変化量が上がる。で、もう一度宝箱取って、球速超人伝、これで147。それはいいんだけどね。うわ、彼もだいぶ近く来てるな。これ待てよ、一回シャッフル踏もうか。ここでシャッフル踏んでどうなる。んで、スライダー方向の変化球パネルはそこにあるんだが、これ一つ注意なのはカレンがね、そこにいることですよね。これどっちからゴール行くの正解。これ下から行くのが正解なんだけど、下から行った場合マイナスパネルが続くからね、そこでちょっとナックルの変化量落ちる可能性があるので回避したいんだが、上から行くにはこのマイナスおにぎりパネル、カレンが邪魔していけないと思うので、やっぱもうこれはこっちから行くのが正解ですね。頼むから変化量落ちんな。ちなみにスライダー追加されましたね。このままナックルボールの変化量を維持して終われるか。下がるなよ、ナックルだけは下がってくれんな。伸び C がついた、それはいい。あー、シンカーばっか変化量下がっていくね。まあ、そこは仕方がないでしょう。それはいいから。ほんで、もう一回これ赤パネルあるんでね。そこで。あー、スタミナが下がる。でも、スタミナも必要だからね、野球は。ということを考えると、ちょっとまずいんだけど。青パネルが輝き始めた。ナックルボールはないかー。まあ、しゃあないわな。もう最後、近く周辺の青パネル踏んで。んで踏んで、これで最低限 C はいったね。いや、十分すぎるでしょ、ナックルボール、道路コーの関係なくね。まあ、球速も148あって、コントロールも B の72ですから、十分です。そんな選手ができた。出来上がった選手の能力はこのようになってます。星は356ですから、まあ、そこそこに高いですよね。で、何よりもこの選手にはナックルボール、変化量6がついてますから、まあ、できればマックスにはしたかったけどね、十分な変化量。初めての、このパワープロ2018、ナックルボーラーを作ることができた。で、まあ、それだけが魅力じゃない。コントロールもあって、まあ、特殊能力も持っている。まあ、勝ち運がついてるということを考えれば、多く勝ち星を作れる、そういうピッチャーだと思いますので、ぜひともヤングマンを超える好成績をこのピッチャーに期待したいと思います。シリーズ初勝利必ずあげる、絶対だ。じゃあ今から対決していくからね。オートペナントで真っ最の起用法はローテーションは5番手、調子次第で互いの選手を起用して1年のシーズン使ってどういう成績になるか見ていこう。まずは新助っ人選手、ヤングマンからになりますね。まあ能力的には本当、まあ大したことないし、まあ好成績を出す姿っていうのはあまり絵としては浮かんでこないけど、やっぱね、ドロップカーブを持っていること、これを一つ持ってるだけで、その他クソでもわりかしいい成績を叩き出していたのがパワープロ2017だったんだよね。まあ今作だとどうなるのか、もちろんオートペナントで回したことのない選手なので、いろいろと未知数で、まあある意味ドキドキワクワクで楽しいんですけどね。まあどういう成績を残してくるのか見ていきましょう。ヤングマン、1年のシーズン開幕。ヤングマンの1年のシーズンが終了しました。どのような成績を残したのか確認だ。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。あ、いましたね。規定投球回到達しての防御率は 4.33。 褒められたものではないですよね。これは来年いない人ですわ、間違いないと思うよ。まあこういう防御率になるのは大体予想できてたかな。で、145イニング。まあ、規定イニングギリギリですよね。そして、2勝14敗とえぐいくらい負けるね。これだけ負けるってどういうこと？それは打線の援護がないから負けるんでしょ？セリーグで一番負けたピッチャーなんじゃないかな、この敗北数っていうのはね。
あ、でしょうね。藤波と並んで負けてますわ。藤波防御率 3.93 で負け越すのか。うわ、悲しいね。まあでも負けるピッチャーには何かしらの原因があるからね。いいピッチングしたから、じゃあ必ずしも勝てるというわけではなければ、まあ負けがつくっていうわけでもないですから、負けがついてるってことは相手とのピッチャーの投げ合いに負けているからそういうことですから、まあヤングマンの防御率考えたら、まあ14敗しても別に驚きではないけどもね。まあ打線の援護があればもっと勝てただろうけどね。まあ 4.33 で勝ち越せるな貯金を作れると思うなよということでございます。まあこれだけの勝率敗北数も納得ですね。まあ、それ以外の部分で見ても登板28試合で完封完投は0、 QS は9個で率は 32% とかなり低い数字。ただ巨人全体が低いね。これやばいでしょ。QS 率、菅野は 93.1。 これもすごいよ、いい意味でね。ただそれ以外のやつは悪い意味でやばいよ。この QS 数はね、50切ったら先発ピッチャーとしての適性がないと言われているものなので、田口野上ですら切ってますから、この2人防御率はいいんだけどね、防御率詐欺だわな。まともに QS も達成できないピッチャーとか、ちょっと先発ピッチャーとして使いたくないんですけどね。で、HQS は2つ、率は 7.1%、低いね。奪三振119個で、三振率は 7.37。フォアボール55、デッドボールが11、多すぎるわ、これね。四死球率は 4.09。何？デッドボール多いピッチャーっていうのはみんな負け越すの？味方からも嫌われるのかな？ちなみにこの数字というのはセリーグワースト、メッセンジャーと並んでワーストなんだね。で、そのメッセンジャーも負け越してます。1点台で負け越してますからね。デッドボール与えすぎると味方に嫌われる。覚えておきましょう。そういうことがあるんだね。ひでえな、防御率1点台であれだけ負け越すんかい。まあ、あれだけぶつけたら納得だね。ぶつけた数だけメッセンジャーは負けてますからね。うん、ほらね。いろいろと面白い成績が浮かび上がってきてますね。まあ、引き続きヤングマンの成績見ていきましょう。そして、被本塁打13本で、被本塁打率は 0.81。まあ、率で見てもかなり浴びてますね。被安打166で、被安打率は2割9分7厘、3割近く打たれてるのか。で、得点圏でも3割近くの2割9分1厘ですから、ぶっちゃけ防御率 4.33 でも運のいい方だと思うけどね。で、ウィップで見ると 1.52、冒頭も4回、その他このようになりましたね。いや、もう何を見ても全然優秀じゃないでしょ。防御率という結果、ウィップという内容、そしてデッドボールの数、来年いない人確定な投手ですね。ベストナイン菅野、ゴールデングラブ菅野で、タイトルは、はい、その他このようになりましたね。残念ながらヤングマン、あんな成績何も取れるわけないよ。続けて僕の作った選手をオートペナントで回していくからね。ぶっちゃけヤングマンのあの成績見た瞬間、勝利は確信しました。あ、今日は俺の勝ちだと。シリーズ初勝利必ずあげれるんやとね。まあ、勝つつもりで挑んだんだから当然やけど、まあ、あの成績を下回る成績っていうのはこのピッチャーが出すことは間違いなくない。まあ、出したとしたら俺はもう何も信じない人になりますから、もう全部嘘だと思う人間になるからね。うん。まあ、そうなりたくないので、ぜひともこの魔球ナックル、変化量6のナックルを活かしてですね、好成績を期待したいと思います。僕の作った選手。1年のシーズン、開幕、ジャイ初勝利なるか？僕の作った選手の1年のシーズンが終了だ。魔球ナックル、どこまでプロ野球に通用したんだ。見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ、ドホホホ、すごい、防御率 2.18! 最高ですね。やはり魔球ナックルは通用する。そういうことが分かったろ。みんなナックルを覚えなさい。今まだ誰も投げてないからね。今覚えてそれを魔球にすればプロ野球で通用するよ。それ以外なんていらねえよ。それだけあれば十分ですね。この選手が証明してるじゃないか、そのことをね。防御率 2.18 という好成績を叩き出す。で、173イニングを投げての10勝11敗。一つ言わせてもらっていいですか？魔球ナックルボールを持ってて、そして防御率 2.18 という数字を叩き出しても、10勝しても11敗するやつ、世間じゃいらないやつ扱いされんの。君、いらないよ。なんでやねん、勝ち運持ってて、この防御率、何を信じろと、もう人間不信になりそうだわ。誰か俺を助けてくれ、頼むからね。なんで負け越すんだよ。ヤングマンが負け越すのは納得。さっきのメッセンジャーも納得。デッドボールが多かったからね。俺の選手まだデッドボールの数は見てないけど、ただこの防御率でこれはないでしょう。ねえ。まあ、それ以外のピッチャーもみんな負け越してますけどね。まあ、他が負け越してる分あまり贅沢は言えないのかもしれないが。
これがせめて11勝10敗なら見栄えもいいんだけどね、負けが一つ多いとなんかしょぶく感じちゃうのね。まあいいや。で、登板28試合で完封は0、完投も0か。うん、ちょっと残念だね。ただ、QS は18で率は 64.3%、HQS は7個で25。うん、どちらも優秀な数字ですね。田口とか野上は相変わらず QS 率 50% 切ってますから、ちょっとこの辺ひどいね。なかなか達成できてないよ。僕の選手はしっかりと達成してますから、なかなかいいピッチャーだ。で、奪三振は149で三振率は 7.75。フォアボール50でデッドボールも1つしか与えてないからね。ただコントロールの割にはフォアボールの部分で、うん、なんかちょっと数が多いような気がするんですけどね。四死球率は 2.65 です。基本塁打は7本、基本塁打率は菅野よりも低い 0.36 ですからね。まあ東京ドームというホームランが出やすいとこを本拠地にやってこの数字っていうのはすごいよね。またナックルボーラー相性がいいのかな、なんか知らんけどね。本来ドーム球場っていうのはナックルボーラーからしたら相性が悪いはずなんですけどね。で、被安打136で被安打率は2割1分6厘、得点圏では1割9分1厘と、まあピンチで打たれないすごいピッチングだね。で、ウィップは 1.08、 冒頭1回でその他このようになりましたね。いやー、もう十分な成績は叩き出してくれましたよ。これで負けるわけはありません。勝負の方はぶっちゃけね、見比べなくてもついてる話ですからね。まあ気になる部分というのはやはり勝率、敗北数の部分ですけど、まあ後から言って何かが変わるわけではないのでね。まあこの防御率を叩き出して、そしてこのウィップだったり、まあその他の部分でも内容がいいですから、そういう成績を叩き出したピッチャーを今回作れて本当に俺は幸せだ。メッセンジャーに引き続きまた負け越してるピッチャーいるじゃないですか。新加入の G ですね。防御率はめちゃくちゃいいんだけど、これになる。中日という球団が悪いのか、また G が悪いのか。完全にこのパターンだと G は悪くなく、中日ドラゴンズというチームが悪いんだけどね。で、メッセンジャーまためちゃくちゃいいね、防御率イニングなんだけど、また負け越すっていうね、負け運ついてないの、これ。実はついてるでしょ、隠し能力でね、としか思えないよ。さっきはずっと負け越してるんだもんね。かわいそうになってきたな。負けるのは投手に原因があると言ったけど、この場合もまた違いますから。メッセンジャーと G は全然悪くない。悪いのは野手だよ。無援護すぎますわ。悲しいね。ベスト9菅野、ゴールデングラブ菅野で、その他タイトルは残念ながら僕の選手も優秀ではあるんですけどもね、まあトップクラスではないですから、タイトルを取ることはできませんでしたね。さあ、これで互いの選手の1年のシーズンが終了しましたので、成績を見比べてどっちが上か下か、シリーズ初勝利を挙げれたのかっていうのを見ていきましょう。互いの成績はこちらをご覧ください。成績を見比べればその差というのは一目瞭然と言ってもいいんじゃないでしょうかね。わりかし早い段階で勝敗がついたと思いますよ。僕の中にはもう一つの答えが舞い降りて、そしてなんか笑って微笑んでくれてますのでね、今からその結果を口から発表したいと思います。対決サクサクセス実況4回目巨人に新加入、新助っ人外国人のヤングマンと対決してみました。その結果は、ヤングマンの負け、僕の選手の勝ちということでよろしいでしょう。これでようやくシリーズ初勝利だ。時間はかかったけどね、ようやくです。掴み取ることができた。もう離さないぞ。まあ、今回の対決というのはやはりですね、相手の能力の低さはあってか、成績の部分で分かりやすい差が出ましたよね。まあ、防御率でね、2.16 と 4.33、これだけ離れてて、まあ、イニング差でもこっちが勝ってる時点でもうそれ以外見比べなくても、どっちが優秀か優秀じゃないか、どっちが上か下か、負け犬か勝者かっていうのは本当にシンプルに分かる話だと思いますので、まあ、今回の対決サクサクセス、僕の選手の勝ちということをさせていただきました。やはり魔球ナックルが、このプロ野球でも通用してですね、僕の選手はこれだけの成績を残せましたから。ただね、やっぱちょっともったいなさもあるっちゃあるけどね、相手の、ね、レベル考えたら、まあぶっちゃけここまでの選手作らなくても勝てたので、まあ、この選手をこの動画で作るのではなくて、また別の強い選手と対決するときに作りたかった。そうすればその選手にも勝つことができたんだけどね。で、今回の対決っていうのは、まあある意味張り合いのない対決ですからね、まあ、いつも僕の選手が張り合いなく負けて、なんだったの今回ってなっちゃうんですけど、今回
回はね、僕の方がすごすぎて相手選手が張り合いがなかったって感じでしたから、まあ、いつもとは逆のパターンになりましたが、勝利は勝利ですから喜びましょうよ。はい、じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。無事ですね、このシリーズ初勝利を挙げ、そしてようやくなんかこのシリーズ一歩目を踏み出せたような気がしますね。ここまでなかなか勝てなかったわけですから、まあこれからももっと強い選手に挑んでいって、そしてもう当然この1勝だけで終わるつもりはありません。2勝目3勝目4勝目、気がつけば100勝くらい上げれるようなね、そんな対決をしていきたいと思いますので、今後の実況もよろしくお願いします。まあ今回戦ったねヤングマンなんですけども、まだ1軍登板を果たしてないので、やはりですね、ここまで見てくださった中でも、ヤングマンって誰なのってまだピンときてない方おそらくいると思うんですよね。僕もやっぱあまりピンとこないですもんね、1軍で投げてる姿っていうのを見てないので。ただ先ほども紹介した通り、ファームではねすごい成績っていうのを残してますので、本当これ誰かがね今いる1軍の4人の助っ人外国人選手、まあ、全ての選手がね1年通して活躍するわけじゃないし、誰かしら怪我することもあるでしょう。そうなった時にこのヤングマンの出番が来ると思いますので、ぜひともそこでですね好投したいと思います。まだ1軍では投げてないですが、今後の活躍に期待しましょう。次回の動画ではまた別の選手に挑み、また勝利を挙げるつもりなので、お楽しみにね。グググググ、バイ、またおう。